どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、ということで今日も皆さんお付き合いください。1分間アレンジスタートします。よろしくお願いしますまあこれで一応まあ最後ということでね、はい、最後かまあどうかわかんないですけど、一回ちょっと1分間アレンジまだちょっとやめます、今回でね。ということで、今日は髪の毛が多い方でもできるポニーテール、はい、っていうのをちょっとご紹介しますので、しかも1分で絶対作りますもし作れなかったらごめんなさいそうですね、謝りますコメントで謝りますんでよろしくお願いしますそれでは動画をどうぞ。今回も N ドットのポリッシュオイルとゴムを2本使います。1分間アレンジ、よーいスタート。まず後ろで7対3ぐらいの割合で分けます。で、左側の部分を真ん中のあたりでゴムで結んでいきます。で、少しだけ全体にほぐしていきます。反対側の部分を半分に分けてロープ状に編んでいきます。で、そんなに毛先まで編まなくて真ん中ぐらいまで編んだら、左側の髪の毛に2周巻きつけていきます。で、毛先を下にしたところでゴムで結んでいきます。最後に毛先をギュッと締めて完成。1分3秒でした。ということで、まだ今日も頑張りましたけど、はい、今日はなんと1分3秒っていうね、はい、ちょっと残念な結果、残念でもないよね、でも3秒やからね、なんですけど、でもやっぱり、なんだろう、こう、1分でもぶっちゃけたんですけど、3回やったじゃないですか。はい、でも、ある程度できるなっていうことがちょっと分かったというか。確かに。まあ一応、プロでね、美容師としてやってるんですけど、でも、これをちょっとまあマスターすれば、まあ、普通に皆さんでも頑張ったら1分で全然できるという感じだから、はい、なのでまあなんかその旅行先、まあ今後ね旅行行ったりとか、まあ朝時間がない時に結構使える方法になりますかね。なります、違う、 なると思いますんではい、ぜひよかったら皆さん参考にしてみてください。で、今日のヘアスタイルに関してはインスタグラムでね、あれですね、結構コメントで髪の毛の量が多い方向けにやってくださいとリクエストして、そう、結構ね、でもやってたんですよ、髪の毛が量の多い方向けとかで。で、まあちょっとそういう風に見てもらってもいいですし、まあ今日のヘアスタイルだったらそういう方でも全然できるアレンジになってるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、この動画よかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ次はちょっと1分間アレンジじゃないと思いますので、もしかしたらそれやったらすいません、悔しいんで、またいつかやりますいつか、はい、ではそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。